はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。さあ、ちょっと変わりましたけど、本日紹介するデッキはこちらです。はい、ディミーアライブラリーアウトということで、今回はちょっとなんか細かい、こう、切削カード入れてきました。かじりつく害獣とかね、不穏な変換とか、あとアモンケットへの進行、まあ、ここら辺でね、細かく削りながら、最終的にはね、損切りからのジェイスでね、全部削ってしまいたいなと、まあそういう感じのデッキになっております。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、それでは7枚でキープします。さあ、土地出していきます。とりあえず3枚あるんでジェイスはいけるけど、そこから土地伸びてくれるかですね。まあ、大体いい感じのパーツ揃ってきましたけど、あとは土地が欲しい。とりあえず土地が欲しい。これ書き消しどうなんだろうね。一回ちょっと相手のテンポ崩して、主導権を取りに行きたいな。ランプしていくデッキと除去が欲しいな。除去が、アモンケットへの進行、まあ、これはね、裏返すというよりも、ライブラリー削る意味と波動を稼ぐという感じで採用してます。これで踏み歩くものがジェイス殴れるようになっちゃったね。さあ、先にシェオル行きましょう。お、アトラクサ、これありがたいね。ライブラリーの数がかなり減るからね。変身させていきますか。まあ、カード引いていきましょう。さあ、害獣を出してターン終了。あ、まだあと2枚削っていける。相手リアニっぽいな。でも産業のタイタンやられるとちょっとめんどくさいかな。産業のタイタンが来
で、エンチャント割られるのがちょっとしんどいな。まあ、エーガンジョとか別にどうでもいいですけど。まあでももう普通に損切りとジェイスでいいかな。犠牲に行けないよね。なんかこれ犠牲に光ってるの何だ。あ、そうそうですね、使えなくても一応光るんだ犠牲は。さあ損切り、シェオルで全ての墓地のクリーチャー引っ張ってきたらめっちゃすごいことになる。相手の声に超えたリアニの墓地。でこれはなんだ、さあ第3章。めっちゃ強い。盤面がおかしい。ミフな盤面になった。ここら辺もう何でもいいですよね。さあジース、はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ害獣からいきます。さあタック。アタック、さあウォンケットへの進行いいですね。もうドローすらね、相手のライブラリを削る行為なんでありがたい。いいですね、土地が来ましたね。お相手ハントデッキか。
つなぐとこ。さあ、せよ。汽船の束縛か。これ相手クリーチャーいない系かな。いたわいきなり出てきた。でもこれ厄介なのが、これ言っても銀行破りが死ぬだけなんじゃないかな。まあ、それでもいかんとダメだね。シェオル。どっち取りますかね。さあ大天使を取って。ターン終了。あと41枚。さあ不穏な変換。あと37枚。わあ。トラクサか。普通に出てきたの。なかなかやばいな。なんとか15枚だね。15枚以下まで削りたい。厄介ですね。あと26枚。あ、次9点食らうからな。そんなに耐えれないんだよね。おお、来た。これはありがたい。さあ損切り。さあこれでうまくいけば次のターンで削り切れますね。
あ、まずい、やられた。しまった、しまった、しまった。これは死んだわ。しまった。気づくな、気づくな、気づくな。うん、まさかの気づかずに。おっと、これは勝ちましたね。お相手気づいてなかったですね。この力戦の束縛で不穏な変換を追放して、あとフォローでプラ1カウンター乗せたら多分死んでたんじゃないかな。さあジェイス15枚削ります。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚デッキ。サメか。さあ、だ。サメはきっちり直霊で倒さんと。まずい、土地が。血が止まった厳しい、厳しいよ。血が止まったのは厳しい。来てくれた。もうこれでまあまたなんとかなるか。そこのネズミでね、あと17回殴って勝つっていうパターンあるんでしょうか。剣だか、はい。ターン終了。消えゆく希望。土地が欲しいんだよ。この剣だとどうやって対処しようかな。しんどいんだけど、剣道。
まあ、これで直令が使えるようになったね。さっきのこれと直令ちょっと相性悪いな。ターン終了。結構意外なカード入ってますね。23か。さあ直令、強い。これも厳しいな。厳しいのは厳しい。さあブロック。さあシールドです。さあブロック。さあ変身してサメ倒します。さあこれでターン終了。さあしかしライフがねもうかなりきつい。あと4。ここでジェイス引いたのはでかいな。さあこれで次のターン相手のライブラリ全部吹っ飛ばせますね。まあ、稲妻の一撃とかそれは本当勘弁してほしいけど。さあ全部場に戻す。さあ損切り。
かライブラリーを削っていく。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ディミーアライブラリーアウトということで、まあ、今回ねアモンケットへの進行を採用してみたんですけど、まあこれがひっくり返ることはまあなかなかなさそうですね、この構築だと。まあ、あとこの不穏な、変換とシェオルの直令がちょっとね相性悪いんで、まあちょっと検討かな。あとこいつもいなくてもいいかな。この2枚ちょっと検討した方がいいかもしれないですね。場に残ってるだけでややこしいクリーチャーとかもいるんで、やっぱ除去に変えた方が良さそうだね。はい、まあそんな感じでまた引き続き調整していこうかなと思います。ライブラリーアウト好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。